はい、皆さんこんばんは。今日は今からちょっとお客さんが家に来るんですけど、ご飯作るのとあと化粧を一緒に、ね、しないといけないので結構時間やばいんで、割とダッシュで行きたいと思います。レッツゴー。今日はハンバーグと、ハンバーグってでも普通のハンバーグじゃなくてチーズインハンバーグにして、であとポテトサラダと普通のサラダとお味噌汁にしようかなと思って、この献立どう思う？明らかに男子好きやと思わん？そやね、正解。ハンバーグのサイドにある細い人参みたいなのあるやん、ちょっとあれ生きてやってみようかなみたいな。ちょっとでもじゃがいも茹でてるんで、その横に人参ボンって放り込んで、ズッキーニめっちゃ好きやし、何この切れ味最高。ゆで卵を作らせていただきます。ちょっといっぱい入れすぎやとは思うんですけど、一緒にやらんとね、時間がないので、これをポテトサラダのね、卵なんで、まあ12分ぐらいかな、しっかりめにやりたいと思います。玉ねぎ切ったら多分涙出るから、涙で終わってからメイク始めようかな。涙って塩味やな、やっぱり。それか、前さハンバーグの時さ、この手袋でやってたらさ、オーナーさんとかがさ、いやこれ掃除用やしやめときって言われて、これくれました。ありがとうございます。よっしゃ、やっていくぞ。よっしゃ、止めるぜ。イエーイ。普通のハンバーグじゃなくてさ、チーズインハンバーグやっぱめっちゃ嬉しない？なんか言わずに開けたら、え、チーズ入ってるよみたいな、あの驚きやばい。今日はちょっとそれでいこうかなと思って。美味しくなあれ。ただいま6時半のお知らせいたします。ジャムおじさん言うよな、美味しくなあれ言ってさ。よっしゃ、オッケー、ペボメハンバーグ完成だぜ。うわ、今日はさ両手手袋やしさ、パンパンしようか。ペンペン、空気を抜くっていう工程やんのかこれ。美味しそう。やっぱ男子ってさ王道が好きやと思うねん。そうやんな男子。うんうんうん、やっぱそうやな。ハンバーグの真ん中にチーズをさインするわけ。入るかな。多分いっぱい入れといた方が美味しいもん。なんか途中でメイクしようと思ったのに、結局最後まですっぴん動画みたいな感じやん。最悪。これをカリッと目に焼いていきます。縦切りにしてレタスピンクになりがち、酸化してんやな。めちゃめちゃおしゃれなサラダができちゃった、ね、これポテトサラダに入れても多分余るし、ちょっとだけ入れたらいいんじゃないって。美味しそう。はい、よいしょ、全員引き上げます。化粧挟みたいと思います。まあ化粧の動画はまた別で撮るんで、ちょっとまあカットさせてもらいますね。多分次映るとき完成してます。はい、完成。ちょっとマシになりました、ごめんなさいね。まあ一応メガネかけときますね今日は。あー、美味しい言うてやってますけども。はい、続いてはねポテトサラダを作っていくんですけど、湯がいたじゃがいもとこの卵たちをこうマッシュしていきます。
フライパンでベーコン焼いたんで、フライパンの上でこう作っていけたらなという感じで思っております。はい、今から作るねポテトサラダなんですけど、あの居酒屋さんの店員さんに教えてもらった居酒屋さんのポテトサラダっていう感じなんで、皆さんよかったら真似してください。ここにねちゃんと書いたんですよ、私こうやってね書いたし大丈夫。まずここにお塩を入れて、あと粒入りマスタードをちょっと多めに入れるらしい。多めって分からんけど、まあまあ多めで、見えてないなみんな。これをさ混ぜるわけないよ。世間のさあの旦那さん待ってる奥さんほんま偉いよな。絶対さっき食べちゃう。今シャキっておっしゃいました。CM かよ。はい、インスタントの味噌汁にオイルサーディンっていう魚の缶詰をちょっと入れていきます。これはね自己流なんですけど、ちょっと具がないんで、これ段ボールの中に入ってたし、これ入れたら美味しいかな。結構贅沢使いですね、魚の缶詰を入れるという。1個食べよう。このさオイルがちょっと美味しいね。ちょっと入れるわオイル。このオイルさめっちゃ体にいいから大丈夫。やばい、めちゃくちゃ美味しい。これはサラダの上に多分乗せるべき。あっ、うまっ。ここにあの天かすちょっと入れて完成です。はい、というわけで今日はご飯の下ごしらえして、今から来はったら一緒に食べるっていう形になります。なのでちょっと試食タイムはないんですけど、はい、今日も皆さんご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。